皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と上野愛咲美四段の女流本因坊戦の準決勝のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。上野四段の黒番です。まあいつもの二連星です、中村二段はね。で二間締まりしまして、かかって付け引き定石なんですけれども、ここでですね、なんかこんなちょっと変わった手を打ちましたね、これ。はい。まあこれはどういう意味かっていうのはちょっと分かりにくいんですけど、まあ普通にこういうふうになんか跳ねられたらあんまり良くないみたいなんですけれども、まあ、ちなみにこの切ったらなんかまあ、こんな感じで打って、ちょっと凝り形にしてやろうと。うん。まあそういう手だったかもしれませんね。はい。多分そういうことを考えていたかもしれませんね。まあそこでまあ、手を抜いてね、かかりましたね。まあ、かかるのも別に普通の手だと思いますね。まあ、これでも別にそんな悪くはないですね、黒はね、全然。まあ、確かにこの一手は、確か評価値は結構下げてますね、白の評価値を。まあ、おおよそ10ぐらい下げてますね。はい。まあ、もっともまだ互角ですけれどもね。で、挟みまして、両掛かりしました。で、まあ、つけて、三々入って、そしてぶつかって受けて伸びて伸びて、ここでですね、まあこっち跳ねたんですけれども、そうですね、まあここではですね、やっぱりこの跳ねではなくて、どうでしょう、本来ならばこの二目の頭を跳ねたいですね。二目の頭は見ず跳ねようって言いますけれども、二目の頭をちょっと跳ねたらどうだったんでしょう。切られるのが嫌だったんでしょうかね、こうやって。でも切るのは別にこうやって跳ねて、まあ、跳ねかけ次打っておけば、まあこれが多分嫌だったかもしれないんですけど、これで十分ね。でまあここでちょっと黒こう当ててくる手が、ね、気になりますけれども、まあこういってこういってね、なんかまあこんな感じで打っていればよかったんじゃないでしょうか。まあ、これこういうふうにいってね、こうやって。まあこういけば、これ結構戦えると思うんですよね、こうやって。ここに石がいますので、こうやって。これはね、戦えると思いますよ、白も。でこういうふうに戦ったら結構白が有利だったんじゃないかなという気はしたんですけれども、まあ実際はここでね、こっちを跳ねましたね。で、結局急所の位置伸びられましたね。敵の急所は我が急所っていうことでね。で、まあ、こう跳ねて、曲がって、で、一間飛んで、で、ここでちょっとまあ削減に来ましたね。まあ、いいとこだと思いますね、これ。まあ、こことか、もうこの肩つきとかね。はい。で、まあ、ここ、まあ、一応、まあ、急所の位置ですけれども、ここがね、かけ継ぎのね、まあ、ここ打ちまして、で、こう肩ついて、こう打って、覗いて、ついで、押さえて。で、まあ、押さえて。まあ、一応、まあ、分断はしましたね、この石とこの石をね。まあ、ただ、実際、この石もあんまり強くないですから、曲がって、で、ここで、まあ、かけすぎましたけれども、まあ、継ぐ手もありましたね、単に。で、こう、伸びまして、桂馬に打って、伸びて、で、桂馬に打って、で二間開いて、まあここまで打ちましたけれども、まあ一応互角ですね、まだ形勢は本当互角、全くの互角です。それでまあここに打ち、まあ大きいところですね、これは非常にね。はい、現状でこう継ぎまして、でまあ開きまして、一間取りまして、でまあ急所の位置ですね、これね、二間締まりの。で、そこで手を抜いてかかりました。で、ここで桂馬に打ちましたね。まあ、この手は、まあ、遠巻きにこの石を狙ってますね。まあ、これ別に受けてもよかったですけどね。はい。まあ、どちらでもよかったですけど、はい。まあ、そういう手です。で、まあ、コスミつけて、まあ、守りましたね、こっちの字をね。で、桂馬に飛んで、で、桂馬に飛んで、で、コスんで。でまあ、ここはちょっと当たりを打ったんですけれども、この当たりはあんまりいい手じゃなかったみたいですね。まあ、これって結局、まあ、これ次に変わるんですけれども、まあ、ここではね、まあ、覗いた方が良かったですね。はい。で、覗いて、こういったら、
ちょっともう本当に攻めに行くと、この石をね、いうのが良かったみたいです。まして、こことここはちょっとなんか握手の交換だったみたいですね。で、まあ、ここに打ちまして、で、桂馬に打ちまして、まあ一応攻めには行くんですけれども、で、桂馬に打って、まあ引いて、で、桂馬に打って、で、入りましたね、こっちにね。で、まあ入りましたけれども、まあそうですね、入らない方が良かったみたいですね、ここでは。もうちょっとね、こんな感じで攻めた方が良かったみたいですね。まあしかし、こういうふうに打ちまして、こういって、まあ一応隅でね、まあ生きる形になりました。で、跳ね、膨らんで、下がって、で、突き越して、ついで、で、跳ねて、跳ねて、まあ二段バネして、当たり打って、当たり打って、切って、まあ結局この2目を取られましたからね、はい、こっちは行きましたけれども。まあこの後こう打って、渡って、で、まあ、ここでね、両掛かりしました。で、まあ、現在の形勢なんですけれども、黒がいいですね。黒が 67% で2目ぐらい有利です。で、まあ、両掛かりしました。で、これに対して、まあ、当たりを打って、抜いて、で、つけて、引いて、つけて、まあ、つけ飛び定石なんですけれども、で、まあ、ここでね、こっちに打って、ちょっとこの石ちょっと攻めに行きましたね。手を抜いたもんですから。で、まあ、ついで、一間飛んで、コスミつけたんですけれども、このコスミつけた手が、まあ、いい手ではなかったみたいです。まあ、ここでは、そうです。なんでかって言ったら、結局この後ね、白にここ継がれてしまいましたので、この手とこの手の交換で、これはこの手が、得だということですね。まあ、厚くもなりますし、まあ、ここではですね、こっちではこっちにコスミつける手がね、攻守だったみたいです。で、まあ、伸びてこういって、白もこれ戻らないといけないですね。ですから、これをですね、白がここで打たないといけないように、実戦ではね、こう逆にこうやって継がせてしまったっていうね、まあ、そういう悪手ですね。で、まあ、押さえて、出て、押さえて。で、まあ、ここでさらにね、追求して、まあ、ここ攻めに行ったんですけれども、ちょっとこの石がね、まあ、ちょっと攻められるのかどうかって微妙なところですから、ですからここではですね、とりあえず保留をした方が良かったみたいですね、攻めずに。とりあえず一回保留をして、こっちを押さえておくと。で、まあ、これ渡るぐらいですから、で、この時にね、こうやって攻めるんじゃなくて、まあそうですね、こんな感じで打って、ちょっとね、これをちょっと攻めながら、この辺にちょっと地を作ると。まあこういったらまあこういってね。つけたらこういってこういって。まあこんな感じで打って、ここにちょっとまあ字をね、ちょっと作ると。いうのがね、良かったみたいです。まあこれでまあそうですね。まあこれでもほぼ互角なんですけれどもね。うん、まあ、こういうふうに打つべきだったみたいですね。はい。まあしかしこういうふうに行きましたので、出てね。で、切りましたね。はい。うん、出切りがちょっと成立。成立はしてますね。はい。これで黒が取られるってことはないですね。切ったからつって。で、まあ、ここで白がね、まあ、これ一見飛んだんですけど、この手がちょっと問題っていうか、そうですね。とりあえず一度はですね、当たりを打っておきたかったですね、ここね。もう、絶対受けますので、はい。それでまあ、こういうふうに、受けておきたかったですね。まあ、こうやって打っておきますと、一応これ切れてますので、この石が。この石とね。何かと怖いんですよね。こういうふうに打ってたら、まあ、まだ互角だったんですけれども、まあ、実戦ではね、まあ、ここに単に行きまして、これ抱えられまして、結局。で、まあ、当たり打つんですけども、ついで。で、まあ、ここ押したんですけれども、もう押す手はちょっと悪手でしたね、この手は。ここでは押さずに、単にね、こうやって跳ねついておくのが、本手でした。こういうふうに打ったら、そうですね、後で、ここの負担が残りますので、黒は。こう切られる負担がね。差し込みの負担がありますので、まあ、こういうふうに打つべきだったんですけれども、まあ、こう、押してしまいまして、こう跳ねられましてね。これではっきりと黒が良くなりました。でまあ、こう打つんですけれども、こう打って、こう打って、切るんですけど、まあ、
まあ、一応全部一応ね、まあ、ちょっと団子なんですけれども、まあ、これ全部継いで、でもここで白生きないといけないですから、こうやってね、そこでもうここ切りまして、で、まあ、かけ継いで。で、現在形勢はですね、黒が 69% ですね。で、3目ぐらい有利。まあ、黒が 70% で3目有利ですね。これもはっきりと黒が良くなりました。で、まあ、押さえて、継いで、覗いて、で、継いで、で、押して、で、まあ、ここ、差し込んだんですけれども、こう打ちまして、切って、一間飛んで、打ちまして、こう打って、一応切ったんですけれどもね、もうこっちは生還してますから、まあ、これぐらいでしょ、取られても。取られてもこれぐらいですから、まあ、こう継ぎまして、で、まあ、こう下がりつつね、まあ、これ取りに、まあ、取れはしないですね、この石はね。取れはしないですね。こっちに目が1個ありますので。まあ、これでまあ出て。で、結局これが、何ですか、生きないといけないじゃないですか。で、まあ、黒が生きないといけないときに、まあ、こういう手がね、全部先手で打たれるじゃないですか。こういう手が。生きてないから。生きてたらね、もう別に、まあ、手を抜くっていうこともあり得るんですけれども、まあ、こういうのは全部先手で打たれるんですよね、こうやって。こうやって全部先手で打たれますので、うん、こういうとこちょっと寄せれも打たれてるし、またこういう羽も効きますし、まあこう当たり打たれて、でこうついでね、まあ結局これでもう生きてしまいましたので、まあ、切ったところで、まあなんか得があったのかって言ったらないですね、なかったです。で、このデッコではもう完全に勝勢になりましたね、黒が。今黒が 94% です。そして5目有利ですね。でこう渡りましたね。ここがまあ一応一番大きいところですね。人工知能の推奨してもあります。でまあこれ跳ねまして、まあこう受けまして、でまあこうつけまして、で伸びて、でこうつぎまして、まあこれね取りまして、でまあこれここは差し込み、これは一応先手ですね。でつぎまして、でまあここに打って、まあこの辺ちょっと地を作ろうとしたんですけれども、まあちょっと無理やりね。でまあ、跳ねて、まあ、ここでね、まあ、こっち一間飛んだんですけれども、まあそうですね、ここではですね、まあ、ここが大きいみたいですね、ここが。ここがほぼ先手なんですよね。で、ここを打ちたかったんですけれども、まあ、ここを打ちまして、まあ、こう打って、で跳ねて、押さえて、で、かけ継ぎましたね。まあ、一応これは先手ですね、この死活に対してね、先手ですね。ですからこう打ちまして、伸びまして、で、こう当たり打って、で、下がって、で、ここで一間飛んだんですけれども、この手がね、非常に小さかったですね。まあ、先ほどから申し上げましたけれども、今は、ここが大きいですから、白ね、ここ、竹雄に行く、継ぐのが大きいですから、今は黒はここに打つのがね、一番大きかったですね。ここが一番大きかったです。ここに行ってれば、もう 97%、6目有利ぐらいだったんですけれども、まあ、ここに打ちまして、で、まあ、ここに打ちまして、まあ、ここよりも、まあ、ここもまあ大きいんですけど、ここよりも先ほどから言ってるように、まあ、ここが大きかったですね、ここがね、ここ。ただ、両者ね、ここが大きいということを、あまりちょっと気がついていなかった嫌いがありますね。しかし、まあ、こう打ちまして、まあ、こう一間飛んで、で、まあ、一間飛んだんですけれども、一間飛んだ手もちょっとおかしかったですね。まあ、こう打って、こう打ってね。結局、こう切られまして、まあ、ついで。で、これ当たり打たれて、こうちょっと生きないといけないですね、これね。はい。こう進んで、まあ、ここ、掛け目にしまして、で、まあ、ここで、まあ、一応生きはしましたね。ただ、現在の形勢はだいぶ近づきましたね。やっぱり、この一間飛びと、この一間飛びは非常に悪手で、今は、形勢がですね、黒がまあいいんですけど、64% ぐらいなんですけれども、本当1目半とか1目とか、そんな感じですね。ですから、この後ね、白がね、先ほどから言うように、ここに行けばね、そうだったんですけれども、どうもここが大きいっていうのが、なんか見えなかったみたいですね、お互い。で、まあ、ここ曲がりまして、を継ぎまして。で、まあ、これ当たり打ったんですけれども、まあ、これは黒はここに弾きますよね。はい、継いではくれないですよね、ここで。
黒は別にコウは花見コウだし、白はこれコウ負けたら全部取られますので、この辺でこう当てた手はですから、これ問題でしたね、これはっきり言って。でここでも当てるんじゃなくて、先ほどから言ってるようにここですね、ここに行きたかったですね。まあもちろんね、こういった時にこういうふうにね、あのこう行かれてこう跳ねると、でこういったらまあちょっと欠け目になるので、もう継がれたらね、まあちょっと嫌なんですけれども、でも一応こういうふうにあの言っとけば行きますので、ここのがもう数倍でかいですから、ここは本当あの黒もちゃんとこういうとこ受けないといけないぐらいですからだったんですけれども、まあここを当たり打った手がちょっとまあちょっと負けに近づいたかなという気がしますね。で結局コウに弾かれまして、抜いてこう打たれて抜いて、結局これ継がざるを得ないですよね。結局これ後手引いてしまいましたね。はい、これは痛いですね。はい、でここでですね、黒はここに打ちましたね。ここでもここが大きいんですけど、まあどうも気がついてないみたいですね。はい、でまあここ当たり打って継いで押して、でまあぶつかってね、でここにつけましたね。はい、つけたんですけれども、まあ今すぐどうっていうことはないですね、これは。はい、まあ切られたっていうぐらいですから。というかここでまあ白はね、こう跳ねておけばね、まあそれでもまあ悪いです。今跳ねたらもう今 90% 超えてますね、黒は。まあでも3目半ぐらいは悪いんですけれども、そうだったんですけれども、まあここでですね、まあこう割り込んだ手がこれが敗着でしたね。はい、これ敗着でした。でまあこれこういくんですけれども、まあこれ取ってもね、次いだ時にこれが先手ですね、この手が、この継いだ手が。まあこれ抜きたいのは山々なんですけれども、これ抜いてしまったらね、もうこれこういってこういってね、これ切られてこれ全部落ちてしまいますね。こういってこういってね、これであの終わりです。はい、まあ、こういう手がありますので、結局受けないといけないですね、ここね。でこう下がられまして、結局割り込んだ手は何の意味もなかったですね。ただ損しただけでしたね。はい、ここでまあ5は終わったと思いますね、はっきり言って。この時点ではもう今は 99% 超えてますね、黒はね。もう9目ぐらい有利ですから。でまあこの碁はですね、まあここまで打たれまして、結局ここで、白の中村二段が投了しましたね。はい、まあ、ちなみに最後の図はこれ取られてますけど、これはまあ、 あの投げ場を求めただけですから。はい、以上です。